飾りじゃないよ涙をお送りいたしました。メンバーみんな真面目なのでですね、おとなしめなんですけれども、私だけちょっとすさんでる感じでこんな感じで、ライブをさせていただきたいと思います。続きましては、竹内まりやさんのセプテンバーという曲、今12月なんですけど、バンドを始めて練習した頃がちょうど9月とかでね、この曲やりたいねなんて言ってもう12月になっちゃって、あっという間に1年が経っちゃったんですけれども、とてもいい曲なのでぜひお届けしたいなと思って選ばせていただきました。そして次にスキップビートという曲を、クワタバンドの曲を1曲続けて2曲お送りしたいと思います。Thank you.
まあ、今3曲はカバー曲というかコピー曲をやらせていただいて、残り2曲はオリジナルをやりますの で今日はそのオリジナル曲がたくさん入った CD を無料配布で持ってきました。ちゃんと無料配布なのでサビだけ繋いできましたので、よかったら帰りに声をかけてください。お願いします。じゃああとはメンバー紹介、じゃあこちらから本ギタータモさん、で、オンベースヤナジー、そしてオンドラムス、なんて呼んでいいの、偉い人なんです、実は会社の偉い人です。おあ、水野部長、そして私キーボードの純一と言います。よろしくお願いします。そしてボーカルマリエ。なかなか恥ずかしがり屋の私の旦那様ですけれども、キーボードそうですよく今日は喋ったなと思っていつも無口で何も喋らない、よく頑張りましたそれでは、オリジナル曲を初披露がね、バンドでは初披露になりますので、2曲聴いてください。1曲目は夜の月、聴いてください。海をただ一人大丈夫だよと船を漕ぎ出さないで、この雨は悔やむ時もちゃんと知ってるから、だから静かに
ほら。来ちゃったよ、お前。そんな喋るじゃないの。特にないんですけど。こんな感じなんですよ、私の旦那さん。それでは、最後の曲、未来という曲を心を込めて、送りたい人がいるので、聴いていただきたいと思います。オリジナル曲です。聴いてください。未来。